また寝起き。今まで寝てた。でもね、今日はね、そうだよ、8時だよ。今日、朝の8時の。そうだよ。夜中にたっぷり寝ちゃったんだよね。やることやんないから。そう。今日ですね、はい、実際の FBI の、あの過去問で使われた問題らしくて、それで、まあ、あなたが FBI だったら、まあ、どの役割かとか、どの立ち位置かとか、そういうことでしょ。そう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 。どうやって入れますかと。FBI になれんのかっていう。で、なんか話題になったらしいですよね、これが。そうらしいですね。そう。なんで僕らもちょっとやってみようと思って、じゃあ僕からいきます。診断スタート。子供の母親はどっち？わかった。完全に左、俺もう俺が行くよどんどん、え？え？ちょっと待って FBI 簡単じゃね？簡単じゃん。いや一問だし、しかも、うん、2人に1人は入れるよこれ、うん、この問題のポイントは子供にあります。おもちゃで遊んでいる4歳の子供が見る方向をよく見るとすぐに正解が分かる問題でした。この子供は心理的な安定を取るために本能的に左に座ったお母さんを見ながら遊んでいますよね。非常に単純でありますが、この点を正確に捉えられた直感と観察力が FBI の基本の要素になります。俺これね、別の見方したの、うんうん、実は子供じゃないんですよ、うん、僕は子供じゃなくてこの入り口から見たのね。扉が右側についてるでしょ、うんうん、大体お客さんだったりとか、大体人を呼んだ時にもう座らせるところってのは奥側なんだよ。あ、なるほどね。うん、これは何でもそうじゃん。女性とご飯行った時だったりとか、はいはいはい、あとはどこかに入ってきた時に、はいはい、入ってこう行かないじゃん、この扉って、うんうん。入ってすぐに相手の顔が見えるように。まあ、神差しもざっていうね。そう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 。だから扉だと思ったのよ。はいはい。URL ね、これだけじゃないんですよ。実は。次の問題行きましょう。はい。あ、問題1。はい。A、B、C、D。D の横に何が入るのか考えてみよう。いや、これ E 以外が来るんだったらもう切れるよ、ちょっと。そうだね。差し入れに飲み物もらった。しかし、容器は透明で商品名の記載もないです。あなたは何色の飲み物に手にする？これだから超バカじゃなきゃ OK なんだよ。え、そう？これはでもほら、透明はさ、かえって危ないとか。そんな裏行くの？絶対他のやつの方が危ないでしょ。赤なんてもう問題外だし、緑も茶色も。いや、これ単純に考えて左下だろ。いや、ちょっと待って、これは俺は赤を選ぶわ。いや、絶対毒物じゃん、赤。赤い飲み物、お前なんだか知ってる？あれ、お前デストするぐらいしか出てこないでしょ。おかしいじゃんこれ。トマトジュースとかあるじゃん。いや、トマ…お前さ、おかしいだろこの流れでさ、うん、お前急にトマトジュースが出てくる設定で言ってくるかお前。それ裏考えたら多分透明いくのはさ、いや、裏考えようが考えまいが赤だよこれ選んでんの。赤色の飲み物がまずないのに、まあ、赤選んだら赤色の飲み物あるじゃん、あの、うん、コンビニに売ってるなんかちょっと太いポットボトル。だからそんなもんが出てくるかこの問題で。いや、わかんない、だってちょっと、いや、じゃあちょっとうるせえ、俺赤だ、俺赤いく。デスソース飲みすぎたんじゃないの。車で犯人を尾行することになった、車で犯人を尾行することになった尾行に最適な距離。待って、俺 50m がどんぐらいかがわかんないんだけど、まず。いや、50から100でいいでしょ。隠し事をしている人の特徴は右上だ。はい、彼女は何て言っている？また行こうと思ったよ、他人事じゃないのよ、まだ仕事終わらないの。他人事じゃないのよ。この女性は悲しんでいる、困っている、嘘をついている。でもさ、嘘を見抜けるやつの方がいいじゃん、多分って考えたら。なんか嘘ついてる顔に見えないけどね、これ嘘ついてる方がいいじゃんっていつも思うけどさ、なんか深読みすぎるよね、クマって。いや、いや、困って、そういうの。え、ちょっと嗅覚は優れている、あなたは警察犬に。犬だね。いや、不合格。不合格。だっておかしいじゃん絶対これ。おかしいだろ。え、なんで赤なんだよ。赤いジュースちょっと美味しいじゃん。アセロラ、アセロラ、アセロラ。問題がおかしいじゃん。美味しいじゃんとかじゃないじゃん。差し入れで、はい、これ差し入れです、真っ赤なもん出てきたら頭おかしいだろ。透明のやつはさ、毒紛れさせやすかったりするじゃん。赤いやつは明らかに怪しいんだから紛れさすとかじゃないじゃん。赤いやつは完全にアウトじゃん。分かったよ、いいよ。どうせ俺は小児病で警察犬だよ。ちょっと僕もやってみます。 ABCDE、 はい、いいね、いいね。で、差し入れの飲み物は水ですね、どう考えても。車で犯人を尾行することだった距離は、俺だって50、100って近いよな。200って見えないもんね。120から150だろ。隠し事をしている人の特徴は、唇を噛むってのはさ、あんまりやる例じゃないじゃん。そうだね。あの、目が上を向くもさ、あからさますぎるじゃん。腕を組むってさ、なんか、嘘ついてないですよっていう自信の表れでもさ、堂々として嘘じゃないですよっていう様子を見せれるじゃん。だから腕を組むじゃないですか。で、彼女は何て言ってる？他人事じゃないのよってことを。あんまり言われないよね。言われない。まだ仕事おらないんでしょ、これは。この女性は悲しんでいる、困ってる、嘘ついてる。嘘をついてる顔面には見えないね、どうしても。まあ困ってるか悲しんでるよね。困っている、悲しんでいる。
FBI 合格でございます。おめでとうございます。あなた立派な FBI 捜査官です。真実はいつも一つという名言を言う機会がこの先あるかもしれません。いいよ。いや違う、いいよ。ちょっと差し入れで赤いのようなないよそれだけは本当にないって。それ誰も選ばないからマジで。なんかな、わかる、クマ、ごめんな、慰め、慰めようとしてごめんっていう感じで、あの、二人でこれからまあ、僕が FBI で、クマがあの、捜査犬として二人で、そうだよ、俺は前鍵分けるぐらいのでも待って待って待って、聞いて聞いて、お前鼻悪いじゃん年中鼻詰まってるかって、だよね掴みじねえじゃんで、小学2年生なんでしょ。そう、もう、お前、小学2年生引っ張りすぎじゃん。ご視聴ありがとうございます。いや見たい人みんながそれ楽しめると思うと、あー、いい、全力で、全力で、全力で。